ポール・ラスティ・ラッセルは、オーストラリアのフリーソフトウェアプログラマであり、その支持者である。ラッセルは、Linux オペレーティング・システム上に、パケット・フィルタリング・システムである、IP ・チェーンズそしてその後継である、ネット・フィルター、IP ・テブルズを作成した。2003年現在、リーナ・ストーバルズは彼を最重要人物の一人と、位置づけている。2002年、ラッセルは、トリビアル・パッチ・モンキーという、 スペルミスの修正、ワンライナーな修正、ソースコードではなくドキュメントの調整、その他ほんの些細なコードベースへの修正を行うための、つまらないパッチを、リナックスカーネルハッカーから受け付けるための電子、メールアドレスを開設したと発表した。エイドリアンバンクが2005年に役割を受け継いでいる。2006年には、ラッセルは、リナックスカーネル上に純化創価環境を構築する。 ローギストというシステムの開発を開始し、その主要開発者となった。2009年10月、彼は公式にサンバ開発チームに招聘され、サムバットシャツを受け取った。ラッセルは1999年にモナシュ大学のコンファレンスオブオーストラリアンディナックスユーザーズというカンファレンスの設立を計画し、その指揮をとっている。その後、この会合は、 リナックス、カンフ、AU となり、現在も年1回開催されるカンファレンスとなっている。ラッセルは、リナックスオーストラリアの知的財産権アドバイザーを務め、また、アメリカ合衆国とオーストラリアとの自由、貿易協定である、ゴーマイ自由貿易協定に含まれる、知的財産権分野について、批判と、その対抗策への支持を行う、よう積極的に活動している。 彼は2004年に Linux オーストラリアの委員も務めていた。ラッセルは2005年 Linux カンフ AU にてフリーソフトウェアコミュニティへの貢献を称えられ、ラスティーレンチ賞の初代受賞者となった。ラッセルは彼の妻、アリー・ラッセルと別居状態である。彼らには2008年に一人娘が生まれている。ありがとうございます。